野崎義行です。あの積極性があっていいですよね。特に外のショットこれだけ高確率で決まっていくってなると名古屋の岡本を奪う、はい、いいオフェンスの攻め方ですね。ここはブライス・ジョンソン落ちました。パークさん上がります。エサトンです。近い位置にはクラーク。エサトンが一人で行きました。まあ、彼はペリメーターのところも非常にショットが上手いのでね、はい、あのいい判断だと思いますよ。ドライブスルーしてエサトン柔らかいですね。ここ決めたかったところですね。エサトン運んでただ動きませんでした。スミス。ただエサトンのフォロー。エサトン入ってきた。エサトン、うまい。ジョンソンがついていました。エサトン柔らかい。すぐにデンプスに見ま、デンプスを見ました。ポンフェイクディフェンスさばいて長東ブロック。強烈ですねこのブロックもね。もう生えた時のようにボールを、